管理します。Hi, that wasn't okay. Hello, hi, welcome to the last you, I guess. I'm gonna do the whatchamacallit? The bedtime story. The what was the thing called? Is it the like the traveler's like act, I guess? I don't know. But yeah, we're gonna do this because yeah, anything. Okay, we would do this under the Fontaine playlist. Right, stories doing Fontaine. The Netland one will be when essentially the Archon Quest, right? So when Netland comes out, it will be the Archon Quest that is the first one, and then we will, you know, continue on. So anything that happens before will be under Fontaine, even though I recorded it during Fontaine, right? Yeah. So once the Netland Archon Quest is out, then anything afterwards will be all under that new playlist. I hope that makes sense because, yep. Oh yeah? ようこそお越しくださいました。実は今、あなたたちにしか頼めない依頼を預かっておりまして、ちょうど連絡しようと思っていたところなんです。オイラたちにしか頼めない依頼？もしかして、魔人級の依頼ってやつか？ Never heard that classification before, but sure, we'll be happy to take on this.Which Archon do you need us to deal with today? What? 冒険者協会の依頼にそのような分類はありませんよ。それにこの依頼も想像されているような規模のものではありません。Okay. 内容はただの人探しですから。That's it? That what? では、なんでオイラたちにしか頼めないんだ？はい。この間、積まれた依頼を整理していたときに、たまたまこの人探しの件を見つけまして。一見すると普通の依頼なのですが、十数回と失敗した記録が残っているんです。その中には、名高い冒険者さんたちもいました。冒険者協会の信用を守るため、そしてスメール支部の業績向上を考えた結果、ここ数年で依頼の達成率が一番高い冒険者さんにお願いしたく。I guess that's that. Yeah.もちろんオイラたちのことだな。Later we will get you everywhere with Paimon, but I can't guarantee we'll be able to complete it either. お二方はこの依頼の最後の希望です。Yes. もし、okay. あなたたちでも達成できないのであれば、依頼人に連絡して取り下げの相談をしようと思います。そっか。じゃあ早速教えてくれ。一体誰を探したらいいんだ？ How long has it been? なんでそんなに難しいんだよ。Oh, shit. What? この人探しの依頼は、ビマラ村の方々が共同で出したものです。伺った話によりますと、ある村人が失踪したとのことですが、okay. yes. 依頼をした方々は失踪者の名前すら把握しておりません。覚えているのはただ、失踪者の大まかな特徴と顔だけとのこと。え？同じ村の人なのに、名前も知らないのかよ。それに冒険者たちがこぞって失敗してるんだろう。もしかしてそんな人物花からいなかったってことはないか。それか誰かのいたずらだったり。いえ、その可能性はおそらく低いでしょう。依頼を出された際には村の方が複数人いらっしゃいましたし、あの表情と話し方も冗談を言っているようには思えませんでした。Oh, okay. several, 依頼を出すにも手続き料としてモラが必要です。このようないたずらをしたところで何のメリットもありません。 True, that would be strange. とりあえずまずはビマラ村で聞き込みをしてみてください。私のところにもいくつか資料はありますが、ここはやはり村の方々から直接情報を得た方が信憑性も高いでしょう。うん、任せとけ。早速出発しようぜ。いろいろ話を聞いてたら、だんだん気になってきたぞ。Bedtime story. よ
ことを村人たちに聞いて回ろうぜ。最も困難な依頼を成し遂げるには、まず事細かに情報を集めるとこから始めないとな。 OK。 いらっしゃい。何かお求めで？私はここ一帯で商売を。あ、いや、オイラたち用事があってここに来た冒険者なんだ。さっきキャサリンのとこでビマラ村の依頼を受けて。ああ、その件か。はあ、わざわざこんなところまで足を運んでもらってすまないな。正直に言うと、ここの人たちはほぼ諦めてるんだ。やってきた冒険者はみんなやる気に満ち溢れてたが、結局すぐ諦めて帰ってしまったからね。耳にタコができるほど情報について聞かれたし、ビマラ村の周辺の地面も掘られて調べ尽くされた。それなのに何の進展もなかったんだ。じゃあそいつの名前は？もともとどこに住んでたんだ？あとそいつの家族は？知らない、知らない、知らない。How is that useful? そんなに答えたくないのかよ。あ、いや、すまない。これは何もイラついてるわけじゃなくてだな。ただ君の3つの質問にそれぞれ答えただけだよ。Is there anything you can tell us? 知ってることはあまりないが、それでも印象には深く残ってる。何しろこれまでビマラ村で共に暮らしてきた仲間だ。一緒にいろんなことをした記憶だってある。ただね、それらの具体的な内容が出てこないんだよ。あるいは昔は知っていたが今では誰も覚えていないと言った方が正しいかもしれない。いずれにせよ、村のみんなで情報を交換し合った上でこうなんだ。わかったよ、そういうことにしとくぞ。じゃあそいつってどんなやつだったんだ？ああ、確か20代前半の青年だったな。いつも熱心に人を助けていて優しいやつだった。うちに客があまりいないときはたまに雑談の相手になってくれてね。それに助けを求める人がいたら我先にと急いで駆けつけてた。実に面白いやつだったよ。結構そいつのことが気に入ってるんだな。そいつの話になった途端表情が柔らかくなったぞ。そりゃあそうさ、きっとみんなに好かれてただろう。でなきゃ集まって冒険者協会に依頼を出したりしないさ。Okay. 今時あいつみたいに純粋な心を持った若者はそういない。なんで急に姿を消したんだか。How is this related to us? Is another question?もしかしたらこっそりどっかに引っ越しただけなんじゃないか。いや、それはない。彼の性格からして挨拶もなしにいきなりいなくなったりしないだろう。仮に本当にそうだったとしても、引っ越しなんて大掛かりなこと村の全員に隠し通せるわけがない。うん、確かにそうだな。情報ありがとな。他のやつにも聞いてみるよ。Thanks. Hey, yo, old man. Guess what? We are here for that. So bad. Oh, so that, Taka. Gokuro-san. Konna tokoro made kite moratte moushiwake nai no. Dou ka, ano ko o mitsukete yatte hoshii. Oh, oira tachi.いなくなった人のことをもう少し詳しく知りたいんだけど、知ってることを教えてくれないか？ああ、もちろんいいとも。お前さんたちの役に立つのなら何でも教えよう。わしは目が不自由で、以前はよくあの子の声を耳にしておった。だが、こうしてあの声が聞こえなくなると、心にぽっかりと穴が開いてしまったかのような気分じゃ。あの子の両親はこのビマラ村におらんようじゃ。でもあの子が寂しそうにしてたことは一度もなかった。それどころかいつも率先して他人の孤独を和らげようと
誰かの相手をしておったんじゃ。一人暮らしの老人のところへ家事を手伝いに行ったり、村の孤児の遊び相手になってあげたりとな。それから誰かが辛い目に遭えば、あの子はその話を聞いておった。人を慰めるのも上手じゃったよ。村長としてあの子にはいくら感謝してもしきれない。精神面のケアをするのは本来わしの役目の一つじゃからな。なるほどな。そいつの失踪をお前たちが心配してる理由がなんとなくわかったぜ。本当に優しいやつだったんだな。でも名前、住所、それから家族のこととか、村長のアマディアじいちゃんでも知らないのか？はあ、そこはまさにわしが一番負い目に感じてるところじゃよ。何があってもわしだけは覚えておくべきだったというのに。This village is cursed. 年を取ってしまったからなのかもしれん。どうしても思い出せなくての。Let the guy have a superpower or something. 無理して思い出そうとしなくても大丈夫だぞ。オイラたちで何とかするからさ。旅人、お前はどう思う？ There's probably more to this case than meets the eye. A lot of things not adding up. だな。オイラもそう思うぞ。いくらなんでも名前を覚えてる人がいないなんておかしすぎるし。Yeah. 住所も家族の情報もない。まるでこの世界から消えちゃったみたいだ。I would say it's more like he is someone who only exists in people's memory. それってつまり、この世界から消されたんじゃなくて、そもそも存在しなかったってことか？ちょっと待ってくれ。おいら、こがながってきたぞ。記憶の中にしか存在しない。Okay, Traveler, what is that oddball fucking like?Theory got. Oh, okay. Could it be what happened to Great Lord Rukadavata? Look, some sort of mass alteration of people's memory. Okay, that makes sense. Hi. Moskaste, Ira Yoka Tekita Gretano? Oh, so does that? Ima, she's so chicken, no chosa, or stay at the Corananda. Yokata, Mada Kiramina, they decorate. Hot Tony Arigato.冒険者協会が依頼のキャンセルをしてしまわないかずっと心配してたの。あ、私はアトッサ、ビマラ村の住民よ。そのどうか諦めずにこのまま調査を続けてくれないかな。お願い。アトッサ、そう心配しないでくれ。ところでアトッサは失踪したやつのことをよく知ってるのか？何か手がかりは？手がかりって言えるかどうかわからないけど、一緒に来てくれる？ある場所にあなたたちを連れて行きたいの。OK。この木の下か？連れてきたかった場所って。うん。あ、で、あんそう。なく見えるけど、私にとっては思い出が詰まった場所なの。よくこの木の下で話してたんだ、私たち。雲を見ながら風の流れを感じて、つい時間を忘れてしまうなんてこともしょっちゅうあった。私ね、小さい頃森の中にいたらしくて、それをレンジャーが見つけてくれたので、ビマラ村に引き取られたんだ。みんなすごくよくしてくれたし、毎日楽しかった。でもやっぱり当時は寂しくって。寂しい？なんて言ったらいいかな。たまに楽しいことや悲しいことが心の中に湧いてくるの。でもそれを誰に話したらいいのかわからなくって、そもそも誰かにこの気持ちを話していいのかどうかすらもね。みんな自分の暮らしがあるし、心の中を打ち明けるのって時に迷惑になったりするでしょ。 I think I get what you mean. え？
あなたもそう思う？ I used to have someone like that, a family member that I could talk to no matter what. But now I have a lot of friends who understand me and will be happy to hear me out. Okay. そっか。ならよかった。本当に羨ましい。私にとってね、彼は家族であり、そして自分を理解してくれる友達でもあったの。どんなことでも彼になら遠慮せずに話せた。あの人は純粋で気配りが上手で、いつも興味津々って顔をしながら話を聞いてくれてた。退屈そうな顔は一度だって見せたことない。そう、まるで自分自身のことを聞いてるかのようにね。失踪してからも話したいことが山ほどあって。ううん、それはもういい。彼にもう一度会えればそれだけで十分。二人は本当に仲がいいんだな。じゃあそいつ自身のことで何か教えてもらったことは？覚えてることは何かないか？そうね、彼から聞いた話のほとんどはビマラ村で見た面白い出来事とか思いもよらない空想じみたことだったから。あ、そうだ、前にあなたの両親はどこにいるのって聞いたことあるの。でも彼らはここからいなくなったって言葉が返ってきただけで、結局それが単にここを離れたって意味なのか、それともこの世を去ったって意味なのかは聞く勇気がなくって。となると、これといった手がかりはなしか。あ、こんなに話したのに役に立てなくてごめんね。Don't say that. You help us understand him better. こんなにたくさん喋ったのは彼と一緒にいた時以来。そういえば、あの人と話すのはいつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると、彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって、ずっと喋ってても全然日が暮れなかった気がする。確かにリラックスしてると時間の流れが遅く感じるよな。あれ、どうしたんだ？ It was always the same time of day, and time never seemed to pass. Based on what we learned, this is definitely not a regular missing person case. What Atosa just told us about time could be the key of unraveling the whole mystery.あれ、あそこのヒルチャールたち、なんだか様子がおかしくないか？バイバイバイ。お。あ、アビス教団がいるぞ。まさかあいつらが何かやったのか？おろー。Oh, thank you. 気づかれたぞ。戦闘準備だ。清掃を開始します。Oh no. 高評価よろしくお願いします。引っかくぞ。福井区の語り。Oh no. ありがとう。まさかこんなところにまで魔物が現れるなんて。あなたたちがいなかったら今頃大変なことになってたかも。これくらいわけないぜ。 The question we should be asking now is, what are they doing around here? Why are you asking her? そういえば、確かにここ最近ビマラ村周辺のヒルチャールたちの動きが前より活発になってるみたい。ヒルチャールたちは常に落ち着きがなくて、たまに無差別に攻撃してくるんだって。村長が子供たちに村の外で遊ぶなって厳しく言いつけてるほどでね。まさか本当にアビス教団が関わってるのか？念のためビマラ村に戻って様子を見てみようぜ。村の人たちが危ない目に遭ってないといいけど。あれって、隊員じゃないか？
Huh? Where? Oh, hi. Okay, explosion. Yes. Watashi, saki ni mura ni haiteru ne. Sonchou tachi no yousu o kakunin shite konaito. Mata ne. Mata na, Ato-san. Mattaku. Omae tte honto shinshutsu kibotsu da yo na. Jump scare, really? Koujou suru tabi ni oira tachi o bikkuri sase nai to ki ga sumanai no ka? He just standing there normally. 俺たちの道が交差するのも当然のことだ。個人の意思とは関係ない。ってことは、アビス教団を追ってここに来たってことか？アビスの魔物を倒してたみたいだし。そうだが、なんだ、貴様たちは違ったのか？ Well, I mean, we went onto them by accident. いずれにせよ。この地の異変には気づいているはずだ。どんなに鈍くてもな。アビス教団は間違いなくこの近くで何か準備をしている。さらに言うなら、何かしらの計画を進めているはずだ。つまり、この近くのヒルチャールに落ち着きがないのも、アビス教団の仕業ってことか？いや、ことここに至って、ヒルチャールの落ち着きをなくす程度のことが奴らの目的とは思えん。おそらくそれは、yes, but of course. 副産物だろう。でも、この剣がビマラ村の脅威になってるのは確かだぞ。しばらくビマラ村に残って、ここを守った方がいいんじゃないか？無論村は守る。だがそれ以上に、アビス教団がここで何を企んでいるのか、突き止める方が重要だ。さらなる悲劇を防ぐためにもな。Well, let's see more.Of what we can learn from the village, and after that, you also owe us many questions. Answers. Motor より貴様の質問から逃げるつもりはない。アンズルの、okay, buddy, 今回は時間がある。後でゆっくり話すとしよう。You return to the village to get intel based on what you learned. I couldn't read that. Oh, night nine.なるほどな。そのような依頼を受けここに来ていたのか。まるで記憶の中にしか存在しない人。確かに気になるな。それにこれがただの失踪事件ではないというのにはどういった。裏でアビス教団が糸を引いているかどうかは今のところ不明だが、これ以外に得られたのはヒルチャールに落ち着きがないという表面的な情報だけか。やはりあまり収穫はないな。Well then, about the intel. こいつが血縁者の記憶の中で聞いた謎の声のことをな。確か、罪人だったっけ。それって一体何者なんだ。旅人、貴様は血縁者が自分を裏切ったと思うか。I have faith. なるほど。貴様のその言葉からは迷いを感じたが、真実が明らかになっていない。I have faith. それも仕方のないことだろう。取り返しのつかないことが起きる前であれば、二人の関係はまだ修復できる。貴様たちが知りたがっているあの罪人とは違ってな。あいつは過去に他の罪人たちと共に国を裏切り、この俺のことも裏切った。やつの名は預言者ベズルフェルニル。口にするのさえ嫌悪するが、あいつと俺の間には血のつながりがある。あれは俺の兄だ。あいつが大のお兄さんだって。What happened to the two of you? What happened to Kanuya back then? 罪人は合わせて5人いる。すなわちカーンルイヤの5大罪人だ。賢者フロプタチュール。預言者、ベズルフェルニル、黄金、レインドット、サトロジー、スルトロッチ、That's the master. 月のカリウド、レリル、フォースク。俺の記憶がいかに摩耗しようと。What was that about? あいつらの名前だけは決して忘れない。いつの日か必ず、奴らへの復讐を果たす。今の名前、
くつか聞いたことあるぞ。アルベドを創造したレインドットにスカークの師匠スルトロッチ。The brother, I feel like I know that one. コロタールを導いてアビス教団を作らせたダインのお兄さん、預言者ベズルフェルニル。If that's true, then the stone slate we found in the ruins in Fontaine, the one that outlined Fontaine's prophecy, that was likely Val. Oh, I'm not going to say that. Doing as well. そいつらは全員かつてカーンルイヤで大きな希望を寄せられた者たちだ。カーンルイヤ。カーンルイヤの同世代を束ねる存在だった。当時、俺を含めた6人が最悪の発生を食い止め、世界の根幹を揺るがし続ける国王を阻止するという計画があった。だが、あの5人が胸に秘めていたのは欲望だ。アビスの誘惑に負けると、世界を滅ぼせるほどの力を分け合い、その手中に収めた。奴らは罪人となり、同時に超越者となった。そして世界に匹敵するほどの力を持つようになったんだ。全員がな。やがて、カーンルイヤで最悪が起きたが、奴らは誰一人として立ち上がらなかった。俺は決してそれを許さない。And then my sibling came into contact with your brother. このまま放っておけば、奴らはいつか世界そのものを裏切るだろう。It must be hard talking about this, but thank you. 気にすることはない。言ったはずだ。貴様の質問から逃げるつもりはないと。それでダイン、前回別れてから何か新しい手がかりは見つかったか？はあ、あれから引き続き運命の食器のことを追っていた。すでに運命の食器、原初の計画が動き出してからかなりの日数が経っている。以前最古の幸運期の目を奪うことでその計画の一部を阻止したが、確か魔人オセルを改造するってやつだったっけ。ああ、だがあれは技術的な実験に過ぎなかったのだろう。必要不可欠な幸運期の目を手に入れていないにもかかわらず、奴らは実験段階を飛ばして何かしらの方法で計画を進めている。何せその兆候がいくつも見られるからな。じゃあこれからどうするんだ。まだ間に合うんだよな。今最も優先すべきは運命の食器が何に使われるか明らかにすることだ。これが分かればアビス教団の目的にもいくらか目処が立つ。現在把握している情報からすると、運命の食器はおそらく血脈と関係しているのだろう。血脈？前に旅人が見た血縁者の記憶も、あの一帯の血脈が不安定だったことによるものだ。それにここ最近、アビス教団を追っていて気づいたことがある。奴らが活動した地域では血脈に問題が起こっているようだ。必ずな。And one of the things that flows through the ley lines are memories. あれ？だとすると、オイラたちがビマラ村で探してる、まるで記憶の中にしか存在しない人も何か関係してるんじゃないか？Memories, ley lines, the loom of fate, the missing person that doesn't seem to be existing. What's the connection between all of them? その可能性もゼロではない。明日から俺もそっちの調査に加わろう。今回の事件は確かにある種の契機になるかもしれん。またダインと一緒に行動できるな。じゃあ今日は早めに休んで、明日はもう少し遠くまで行ってみようぜ。Okay.Oh, time skip. Never mind. Why are you having a headache? Oh, why are you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 ? Me too.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 You talk too much. とりあえず、ダインのところに行こうぜ。Yeah. 今日はやらなきゃいけないことがたくさんあるからな。あれ、ダイン？おーい、ダインってば。何ぼーっとしてんだよ。
Yes? 何かあったのか? What's wrong? 貴様たちが話していた失踪者だが、そいつはどんなやつだ? Well, you know his personality. 20代前半の男の人だったよな。一体どうしたんだよ、ダイン。先ほど頭の中にあるものが突然現れた。どうやらそいつに関する記憶のようだ。なんだって?ひょっとして昨日あいつのことを話したから夜に夢を見たとか。いや、あれは夢じゃない。今朝目が覚めた後、急に頭の中にこの記憶が浮かんできた。確実に言えるのは、俺はこの男に会ったことがないということ。 So what exactly did you remember? ああ、確かその記憶で俺は最古の幸運期の目をそいつに渡していた。 Okay, what? ってことは、いなくなった人がアビス教団とつながってるのは確かみたいだな。ああ、それにおそらくそいつは人の脳内に記憶を埋め込む能力を持っているようだ。 How is that possible? それが本当なら、ビマラ村のみんなもただ頭の中に嘘の記憶を埋め込まれただけなんじゃないか。もともとそいつのことなんか知らなくて。でもこんなことをしたところで一体何の役に立つんだ。今朝のこの一件でアビス教団側の状況が一つ露呈した。お、それって？奴らは依然として最古の幸運期の目を求めている。それを探すことをまだ諦めていないということだ。このような記憶を埋め込んだのも、目のありかを唯一知っている俺の頭を混乱させるためだろう。And what if that memory is real? そう心配するのも無理からぬことだ。だが、アビス教団にそれを現実にするほどの力はないだろう。しかし、奴らの目に対する執着を見る限り、それなりの用心はしておくべきだ。目がまだこちらの手にあるか確認しておこう。二人も来てくれ。目を隠した場所に行くのか? But what if someone follows us? If we go straight there and someone is on our tail, aren't we just exposing the eye's location? Maybe that's the reason the Abyss Order implanted that memory in the first place. To force Dane to confirm the eye's location. Are you okay? Given all what I know of him, though, I'm sure Dane has already thought of that possibility. It seems like he might already have a plan. Alright, let's go. Man, you're just grunting. ここに隠してあるのか? 確かに人気が全くないし、気づかれにくい場所だな。I guess. 早速確認しに行こうぜ。待て、旅人。急ごう、入るぞ。Well, what was Dane going to tell me just now? おい、おいら置いてくなって。Nice. I guess. Electro.I think I can survive. I hope. Oh dear. Mushroom. Seso, Kaisu. Kyokusu.
落ちるがいい。ここの仕掛けはどうやら時間の経過とともに変化しているようだ。横の扉から上層に行ける。そこで仕掛けを再起動するとしよう。What? Isn't this your hiding place? What? Okay.Chess. Ruined gone. Oh my, you shouldn't have. Damn. Psychosis. Kingdom.Oh. Oh, cool. Oh. I hate you, man. すべての不問を光が差し示すエリアまで回転させることで、ここの仕掛けを解けるはずだ。Oh.扉が開いたら進むとしよう。目指す終点はもうすぐだ。Man, your hideout is so scary, man. Why? Okay. ここが一番奥みたいだな。Somebody is here. 気をつけろ。アビスの気配だ。Water? Or is it? I think it's ice. Oh, it's ice. Well. Cool move there, buddy. Just a stray. Moira. Okay. 予想通り、偽りの記憶は罠だったか。アビス教団は俺たちの後をつけていたようだ。これで奴に会う機会も。Man. 急にどうしたんだ？感じなかったか。血脈の乱れだ。ハビス教団め、また何か企んでいるらしい。Are you the one with the memory swap? 本当に感覚が鋭いよな。オイラ、特に何も感じなかったぞ。貴様たち、今から俺の言う通りに動け。あそこの仕掛けを使って、ここから離れろ。
and leave you here on your own, will you be alright? 今アビス教団は何かをしようとしているところだ。このタイミングでビマラ村に戻れば例の失踪者を見つけられるかもしれん。二手に分かれると考えればいい。OK。Dane does have a point. But something feels off. What am I missing? Oh.Somebody's walking. Hi. What the? やはりな。こうして貴様たちの罠にはまることで、ようやく俺の前に現れる気になったか。君は自分自身と幸運鬼の目の両方をかけた。これだけの餌を用意されたんだ。誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ俺の方なんじゃない？末光の剣、ラインスレイブ。一人で来たのか？貴様の信者たちはどうした？連れてこなかったのか？十分な準備をした末光の剣を前に、いくら戦力を投入したところで無駄なことだよ。なら俺一人で君に立ち向かった方がマシだ。Be playing chess. Got it. たくさんあるのは知ってるよ。でもその話は俺を倒せたらにしよう。どう？Come on. アビス教団が動いてる上に地脈もおかしくなってるなんて。急いでビマラ村に戻ろう。I am a black dog. おい、あのヒルチャールを見ろよ。He seems strangely calm. 落ち着きがないって話だったよな。またおとなしくなってるんだ。Are they dying? I hear something. 新たな世界で彼らは誇りにまみれた太陽に別れを告げ、二度と苦難に思い悩まされることはなく、冒涜に関する概念も区別する必要がなくなる。これを代償に魂は純粋で透明になるんだ。聞こえたか？今の声って一体。I'm on here something too? 優しい口調だったよな。あの声がヒルチャールたちをなだめたのか？なんだかよくわからないぞ。とりあえず他のところも見てみようぜ。Let's. Can we talk to him? Friendly?Okay. ここのヒルチャールも同じだ。みんなおとなしくなってるぞ。ほら、君も僕もここにいるよ。僕たちは引き換えに無限の時間を手に入れ、愛に尽くす。悲しみに暮れる時も涙を飲む必要がなくなるんだ。That voice again. I want to attack, but at the same time, that's rude. あっちを見てくれ。あいつら寝てるみたいだぞ。そして最後に、
彼はささやく。眠ろう、父よ。心安らかに眠るんだ、愛する人たち。再び目が覚めた時、僕たちはもう互いを区別する必要がなくなる。詩のようにも物語のようにも聞こえるな。でも少なくともヒルチャールたちは落ち着いたみたいだ。これでビマラ村も多少は安全になったな。とりあえずヒルチャールのことは置いとこう。今なら例の失踪者が見つかるかもってダインが言ってたし、急いでビマラ村に戻ろうぜ。アマディアじいちゃん、なんともなかったか？この近くでアビス教団が何かしてるみたいなんだけど。アビス教団が？あ、そういった話は聞かんが。まあ、何にせよ気にかけてくれてありがとう。少なくともわしの感覚じゃ、今日のビマラ村はいつも通りじゃよ。そっか、ならよかったぜ。あ、そうだ、オイラたち今日村にいなかったんだけどさ、あれから失踪者に関する手がかりは見つかったか？失踪者？誰のことじゃ？誰かいなくなったのか？This is a memory thing. Are we in a time loop? We don't remember? No. She's going down. お前たちがずっと探してるビマラ村の青年のことだぞ。わざわざスメールの冒険者協会に行って依頼を出しただろ。その人探しの依頼を受けてなかったら、オイラたちもビマラ村には来てなかったんだけど。すまんの。だが、そう慌てんでくれ。単に年のせいで忘れてしまっただけかもしれん。少なくとも今のところ、お前さんたちの言うことに全く心当たりはないが、他の人にも聞いてみてはどうじゃ？いや、OK、どういうことだ？わかったよ。邪魔したな、アマディアじいちゃん。Isn't this the sundown or the yeah sundown? 絶対おかしいぞ。昨日アマディアじいちゃんと失踪者について話したのに、今日になっていきなり忘れるなんてありえないだろう。お前はどう思う？あ、まさかビマラ村のみんなが失踪者の記憶をなくしてるってことはないよな。Let's check in with the others first. そうだな。こんな状況になった原因は他にもあるかもしれない。別の人にも話を聞いてみようぜ。あ、どうぞ。失踪者？ Yeah, they're showing the sun thing. So, we are in the...Time thing. お前が褒めてた青年のことだぞ。よく話し相手になってくれたって教えてくれただろ。20代前半の熱心で優しいやつだって言ってたじゃんか。おお、誰のことを言ってるかなんとなく分かってきたぞ。え、本当か？思い出してくれたんだな。私が今の若者をそう高く評価することはめったにない。そこまで褒めたということは、彼しかいないだろう。間違いない。だが、なぜ失踪したと？ Have you seen him recently? 彼ならさっき、他の人と一緒に村を出ていくのを見たぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。Thanks.おかしいなあ。バハラームはまだ失踪した人のことを覚えてたぞ。しかも、We are in the memory. もしかして、記憶に問題があるんじゃなくて、失踪前までオイラたちがタイムスリップしたって可能性はないか？ Yeah, sure, let's go there. I doubt returning to the past will be that simple. Given everything Dane mentioned about disturbance with the ley line.I would say it's far more likely that this is related to memories in some way.
I need to think carefully. What's going on? People. アルカデバータの時みたいに誰も彼のことを覚えてない。記憶に変化が起きてるみたい。時間を遡っていて彼の失踪前に戻ってるのなら村人たちがその失踪を知らないのにも説明がつく。Somebody's dreaming. Memories, I mean. It's Atosa. Oira tachi ga dareka no kiyoku no naka ni iru da nante. Sou da zo. Nande oira chimyaku no midare no koto ga atama kara nukete tan da. Omae ga mae ni ketsuensha no kiyoku ni haitta mitai ni oira tachi mo ima dareka no kiyoku no naka ni iru tte koto ka.それに本当にその通りだったらここの時間があいつの失踪前だってことにも説明がつくな。We really 記憶の中なんだから。If we are really in someone's memory, then our chance to find him. ああ、そうだな。記憶の中にしか存在しない人。やっとそいつの正体をつかむチャンスが来たぞ。でも。さっき他の人と一緒に村を出たってバハラームが言ってたよな。どうさ。どこを探せばいいんだ。血脈の乱れがいつまで続くかわからないし、間に合わない可能性もあるぞ。Are we really thinking about this? ここが誰の記憶の中かってこともわかってないし。I wonder who.今んとこそれが一番効率のいいやり方だもんな。この前、オイラたちは失踪者に能力があることを確信した。それは…Implant memories into the mind of others. そう、それだ。その能力をもとに考えていけば、例の失踪者に近づく手がかりを見つけられるんじゃないか。例えば、その能力の欠点とか…Implanting memories into the minds of others must be an imperfect process. There's no way a new memory could perfectly blend in with the old ones. There has to be some kind of tell. みんなの記憶の中にある情景はほぼビマラ村、あるいはその近隣のもの。そこから先に行けるかどうかは今のところ不明。記憶の中で時間が流れたら元の記憶との間にズレが生じてしまうかもしれない。違和感に気づかれる可能性も一気に高くなるはず。実際に経験した記憶と埋め込まれた記憶では、どうしても差が生じるはず。後者には何かしら時間に関する制限が出てくるかもしれない。なるほど。通りで空の色がずっと変わらないわけだ。Okay. ここは時間が流れてなかったんだな。これが記憶を埋め込む能力の欠点か。おい。記憶は追加で埋め込まれるものだから、埋め込まれた側は1日に24時間以上のことを経験することになる。でも、その追加分の記憶の中で時間が流れちゃったら、すぐ違和感に気づくだろうな。例えば、こんな疑問が浮かぶかもしれない。なんで自分は同じ時間に2つの物事を同時にやってるんだろうって。その違和感をなくすために、ある時間帯をまるまる埋め込むんじゃなく、yeah, if the beast orders were able to replicate this with the dream thing and Sumeru's act, it's interesting. If you consider the conjunction of what we have already known,Then the question is, whose memory is this? I'm just gonna stop me this, bro. I'm already. Atosa は確かにそう言ってたな。そういえば、あの人と話すのはいつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると、彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって。ずっと喋ってても全然日が暮れなかった気がする。うん、間違いない。ここはアトッサの記憶だ。
The tree. だな。アトッサとあいつはきっと一緒にあの木の下にいるはずだ。ジェイとおばあちゃんはね、若い頃にやってた傭兵の癖が抜けずについ行ってしまうだけなの。だからわざと子供たちを怖がらせてるわけじゃないみたい。あ、そういえばいつも私ばっかり喋ってるよね。あなたのことも教えてほしいな。何か話したいこととかない？もし何も思いつかないなら、その私のことをどう思ってるか教えてほしいな。君は芯が強くて、それでいてすごく繊細な子だと思うよ。これから素敵な人にたくさん出会って、とても幸せな生活を送ることになる。僕のことなんかすぐに忘れるくらいね。あれ、あそこにいるのってあなたのお友達？お、バスター。はい。You finally found me, but why does he look kind of familiar? そっか。記憶の中のアトッサはまだオイラたちのことを知らないんだよな。Shut up, play along. うん。友達だよ。きっと僕を探すためにかなり苦労したんじゃないかな。だからごめん、アトッサ。さっきの続きはまた未来で話そう。まずは友達をもてなさないと。未来か。うん、いいよ。じゃあ私先にビマラ村に戻ってるね。またゆっくり話そう。君に会えて嬉しいよ、旅人。僕たちが会うのはこれが初めてだよね。いや、I kind of have that in my head. Like, that's the only name I can remember, to be honest with you. I think the memories of the Abyss Order and the Loom of Fate and everything else, I need to think of one person that can connect all of this together. Who's that? アビス教団の創立者で不死の呪いを解いた。ああ、the father, yes? Is it? その極限の悲しみから生まれて、あの子は運命の食器になる。アビスの力を盗んだカーン・ルイヤの五大罪人の一人である。That would be wild, but I don't think so. あなたはカリベルト・アルベリヒだね。え、僕のことを知ってるの？驚いた。君とは初対面のはずなのに。あ、no. そっか。記憶のおかげだね。血縁者の記憶を通して、あの頃の僕に会ったことがあるんだ。Yeah. ここはアトッサの記憶で、もともとは彼女にお別れを告げに来たんだけど。場所を変えよっか。さよならの挨拶は。メッセージをいくつか残すとしよう。Is this leave? Okay. I would say this is before or after? What? Translate? No? Okay. Thanks. Yep. Oh. Wow. Where are we?The Loom of Eight. I'm just guessing now. Can we move? Oh, the proof of existence. Oh, yo, are you okay? What is this place? 僕の意識空間、そう理解してくれていいよ。
僕が現実世界に存在してないことは君たちももう知ってるでしょ。 Are you okay? 大丈夫。お客さんをもてなすくらいの力は残ってるから、ずっとこういう風に君と話したかったんだ。やっとその願いが叶ったよ。A rare opportunity for me as well. I should try to learn as much information of Calibert as I can. What exactly is the Loom of Fate? 極限の悲しみと苦痛、血に流れる希望と開墾、そして常識では測れないアビスの力。父さんはかつて言った。これらすべてを揃えたとき、僕は運命のショッキになれるって。Okay. でも実際、僕は運命のショッキになれたとは言えないだろうね。運命のショッキはただ、僕を利用して組み上げられただけなんだから。その瞬間、カリベルト・アルベリヒという人間は死んだんだ。今君の前に立てるこの僕も、ただ運命の食器の中に残された一つの意識に過ぎない。Everybody is dead. That's why you no longer exist outside of people's memory. 運命の食器は血脈を紡ぐことのできる機械なんだ。Weaving ley lines? 初期段階では記憶を作ったり埋め込んだりすることしかできないけど、運命の食器が完成に近づくにつれ、その機能はますます強化されていく。そう、本物の血脈を紡ぐことさえできるようになるんだ。そして運命の食器が完成し、血脈さえも紡げるようになったとき、記憶に影響を与えるような初歩的な能力は消え、運命の食器は正真正銘世界規模の道具になるんだ。 So that was the source of your ability to implant memories?うん、運命の食器が出来上がるまで、この未完成品の操作権限を僕が持ってるのは、ある種の埋め合わせといったところかな。だって、これのために命を捧げたんだからね。So the memories that suddenly appeared in Dean's mind were implanted by Calibert. Though the half-finished loom of fate, through the half-loom, that makes sense, but I still lost as.To why he went so far as to introduce himself to all the residents in Vermara village. So, why did you implant it to the village? Oh, それについては、僕のわがままでみんなに記憶を入れてしまったんだ。君にも、ビマラ村のみんなにも迷惑をかけてしまったね。ごめん。僕はただ、僕という人間が存在してたことをみんなに知ってほしかったんだよ。まるで、この世界を生きていたかのように。That's why I would have never guessed. But is there any kind of meaning to this? Does only existing in people's memory really count as living?Proof of existence. 君が今考えてることは大体わかるよ。僕が無意味なことをやってるって思ったんでしょ。でも僕は本当に悔しかったんだ。もしこの世界をちゃんと生きていたら、もし自分の人生があったら、みんなの目に僕はどんな風に映ってたんだろう。それをどうしても知りたかった。アマディアじいちゃんにバハラーム、ジェイットおばあさん、それにアトッサ、災いも呪いもなく、ただ静かな村でみんなと平穏に暮らす、その時僕はどうしてるんだろうって、それが気になって自分の人生を歩んでみたくなったんだ。だから自分勝手なことをしてしまった。たとえ僕の生きた痕跡が人々の記憶をつなぎ合わせてようやく形になるものだったとしても、見苦しいよね。僕はもう
とっくに死んでるっていうのに。僕の命は8歳で終わりを迎えた。大人になる機会なんてなかった。精神年齢だけが無意味に成長してる。この大人になった姿も父さんの見た目から想像したものに過ぎない。In the end, this all stemmed from the tragedy that occurred in Kanria back then. You know, everyone is looking for you.知ってるよ。でも僕にはどうしようもできない。もし現実世界に存在したなら、僕だって突然みんなの前に現れて驚かせたかったさ。I understand.Even though you only appeared in their memories, your existence was a great comfort to them. They all believe you once lived among them. Well, now that I found you, let's continue this conversation some other time. They might still need my help. 魔鋼の剣、ダインスレーブ様のこと？ああ。そっちはもう終わったはずだよ。行く必要はないと思う。セロ？うん。だって僕はもともと記憶の中にしかいられない存在だからね。こうして君と意識空間で対等に話せてるということは、つまり運命の食器がもう完成したってことだ。What? Oh, wow, nice. The Loom of Fate is already completed. That means...The eye of the first field tiller must have fallen into the hands of the abyss. Could something have happened today? ダインスレーブ様のことなら心配ない。無事だよ。目を失ったのは僕が彼の計画を当てたからだ。あの目はダインスレーブ様の体内に隠されてたんだよね。おそらく彼の当初の計画はアビス教団の策を逆手にとって偽の隠し場所に誘い込み、再び王子様に会うことだったんだろう。そして幸運期の目は君に預け、先にそこから離脱させる。そうすればダインスレーブ様は自分の目的を果たすのと同時に目の安全も確保できる。うん、とても周到な計画だね。But he never handed me the eye. そう、それは彼が渡したと思ったからだ。Oh.Does that mean he gave Dane a false memory? You made him think of what, when, who, what? 君たちが偽の隠し場所に入る前だよ。 Yeah, okay, I kind of... 待て、旅人。 That was a weird one. どうしたの？ いそごう、入るぞ。So when Dane falls back up, then it was because of the false memory being implanted in him. No wonder. あの瞬間僕はダインスレーブが旅人に目を渡したという偽りの記憶を埋め込んだ。急いでいたからダインスレーブ様はそれを信じ込み、何の違和感も覚えなかったよ。How can you not feel the freaking stealer? どうしても運命の食器を完成させないといけなかったんだ。そのためには。あの目が必要だった。So they had the eye this whole time until the abyss took it away. I'm not sure there's anything we could have done. So what are you gonna do now? 別に隠すつもりはないけど、実は僕も王子様の目的を知らないんだ。テイワットの地脈体系は星の深くに根を張ってる。新しい地脈を想像したところで。元の地脈に取って変わることもできなければ、それを伸ばすこともできない。殿下が考える計画の前では、僕はあまりにも小さい存在だ。その全貌を覗くことなんてできない。If he can't change or extend it, then what's the point? 僕は運命の食器で自分の目的を果たせた。Your goal is?、うん、覚えてるかな？僕の父さん、コロタール・アルベリヒのことを。記憶の中で、あの人に会ったことがあるよね。ヒルチャールだった僕はアビスの力によって知性を取り戻した。
あの瞬間、言い表せないほどの恐怖と焦燥感がこの胸に湧いたんだ。そんな僕を父さんは物語でなだめてくれた。ここは童話の世界であり、僕はただ小さな怪獣の姿になっただけだってね。一瞬ではあったけど、あの話は確かに僕の恐怖を和らげてくれた。僕の目的は至ってシンプル。運命の食器が完成する間際、記憶を想像する機能が最も強くなったタイミングで、全てのヒルチャールに偽りの記憶を埋め込むことだ。僕は父さんのようにその記憶で彼らに童話、愛、それから僕たちに関する物語を聞かせた。So the thing that he caused Hilly chose to come back down was Caribet's story. But that was his goal. That was the only thing he wanted. He had a device as powerful as Loom of Fate at his disposal. And all he wanted to do was offer the Hilly chose a moment of comfort and peace. 僕には世界を変えることなんてできない。現実世界の存在すら失った僕からすると、これが最も有意義なことだった。I think it was meaningful. 僕は運命の食器に残ったわずかな意識に過ぎない。だから、本来ならずっと前に消えてしまうはずだった。この目的があったからこそ、ここまで持ちこたえられたんだ。こうして寝る前の物語を語り終えた以上、もう休まなきゃね。そっか、最後の挨拶に間に合わなかったみたいだね。あ、カリベルトの意識が消えたことで主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら俺だってホタルを抱きしめてた。少し話そっか。こんな風に足を止めて二人でゆっくり話せる機会ってめったにないからね。<Yeah. S 1> ホタルもさっきの戦い、Oops. 本当に大変だったんだ。ああ、ラインとの戦闘のことなんだけど、まさか俺に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の俺でも末光の剣にはかなわなかったはず。500年前ならなおさらだ。So what are you gonna do? そうだね。運命の食器。実は、その機能を完全に生かす方法は、今も見つけられてないんだ。でも、まだ時間はある。天理が目覚めるまでね。The heavenly principles are still asleep?500年前にカンルイヤで最悪が起きてから天理は眠りにつき消息を絶った。少し前に水神が自分のカムクラを壊したのをホタルも見たよね。
規則をああもないがしろにしても天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠だよ。でもいつか必ず天理が目覚める日は訪れる。今の俺たちはそのきっかけも理由も分かってないだけ。 You really hate them, don't you? うん、まあそう言えるかな。ほら、カリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今俺たちがいる彼の心の世界みたいに無垢で穏やかだったよね。それにヒルチャールだった時、その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。この世界にはいなくなった後でも誰かの心を癒せる人がいる。でもそんな彼の存在する権利を誰が奪った？もちろんこれはほんの一例に過ぎない。俺が天理に抱いてる感情は言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。ホタル、この世界でそういう風に私を呼ぶのはお兄ちゃんだけだよ。本当はお兄ちゃんに聞きたいことがたくさんあったんだけど、今はいい。だってわからないの。あることだけがどうしてもずっとわからない。なんで一緒に旅を続けてくれないの？旅の終点で果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてるかな？ずっと昔、俺たちが一緒に他の星々を旅してた時、ホタルはこう言ったんだ。宇宙のどこかであの花が咲く花の海を探したいって。そしてあの場所にはその花の海が目の前に広がってた。これってただの偶然だと思う？それって俺だってずっと思ってたんだ、ホタル。でも戦争が終わってあの最後の答えを手に入れるまでは自分とどう向き合ったらいいかわからないんだ。ましてやホタルのこととなるとなおさらね。空間がどういうこと？主がいなくなったからもうここを維持できないんだと思う。実はこの空間はお互いに触れられないだけじゃないんだ。カリベルトが消えた瞬間、ここで起きたことは誰の記憶にも残らない。すべてあるべきじゃなかった。俺たちが今回再会したこともそう。そんな、なんでもっと早く教えてくれなかったの？When Lumine speak, man, I was out. That's there. She broke me. Nemui na. Mada atama ga bootto shite ru zo. Omae yori skoshi hayaku okita kara Bimara mura no minna ni hanashi o kiite kitan da kedo.どうやらオイラたち昨日村の近くで眠ってたみたいなんだ。どんなに呼んでも起きないから村まで運んでくれたんだってさ。あ、それとさっき隊員が来てたぞ。怪我をしてるみたいだったけど、お前の無事を確認した後何か考え込みながらここを離れてたぜ。大丈夫かなあいつ。あれ、そういえば記憶の中でオイラたち誰かに会ってた気が。Please, Paimon, remember. カリベルトっ
って呼んでたよな。そいつがオイラたちの探してた失踪者だったのか。その後どうなったんだっけ。全然思い出せないぞ。え、本当か。それってすごく重要な情報だろ。I guess our commission is complete then. The missing villager, the person only existed in people's memory, was Caravel all along. But now he's gone. I'm not sure what the explain thing is to the villagers. No, I remember. Fuck you. Maybe I'm tired. I feel like something else happened. I can't remember why. I'm not sure why, but you almost feel like I lost something.ここにいたのか。Shut up. よく眠れたか。I'm gonna smack you. ボーローム？外から戻ってきたみたいだけど、なんかいいことでもあったのか？そんな嬉しそうな顔しちゃって。いいこと？ああまあいいとも悪いとも言えるな。昨日のことなんだが、ビマラ村でも捜索チームを組むことになったんだ。君たち冒険者に。丸投げするのも良くないってことでね。それで失踪者を探していたところ、急に思い出したっていうやつがいてな。話を聞くと、ある日の夕暮れ時に村の外にある木の下を通ったら、例の失踪した若者を見たって言うんだ。そいつは一人で居眠りしてたらしい。しばらくすると両親らしき人がやってきて、彼を起こして連れて行ったそうだ。家族揃って満面の笑みでな。その話を聞いて、次第にみんなも思い出したんだよ。まったく、どうしてこんな大事なことを忘れてたんだろうな。That's how Caribert said his goodbyes. That was his last memory, huh? ああ、そうそう。失踪した若者の名前も思い出したんだ。カリベルトっていう青年でね。変わった名前だろ。もっと早く思い出せてたらよかったんだが。It is a unique name. Now remember it. この先の未来をあいつが楽しく過ごせるよう願ってるよ。そうすれば私たちも安心だ。どうやらみんなカリベルトが村を離れたって思ってるみたいだな。とにかくこれで事件も一件落着だ。Caribert is gone. The Loom of Fate is now complete. And no one else will try to change the villagers' memories. So, Eva, Atos, how are you? I'm going to check the house. If you don't remember, I'll tell you. I'll tell you. Okay. お父さん、何ぼーっとしてるんだ？あなたたち、よかった。ちょうどお礼を言いに行こうと思ってたんだ。私も捜索チームに参加しててね。途中でカリベルトさんのことを思い出したの。はあ、こんなに大切な思い出なのに、なんで忘れてたのかな。I'm sure he wouldn't want you to forget about it. 確かにそう言われたことがあったような。いつ言われたんだっけ。まあいいや。人生は思い出からできてるものだから、彼と過ごした日々はもう私の人生の一部になってる。あの人に出会えたことを幸せだと感じられてるんだから、それで十分。未来のことなんて誰が気にするの？はいはい、認めるよ。今のはただ強がっただけ。私って実は振られたんでしょ？じゃなきゃどうしてカリベルトさんはさよならも言わずにそのまま行っちゃったの？ I'm sure he had his reason. 別に慰めなくていいよ。大丈夫だから。
カリベルトさんがいつも言ってたように、思いもよらないことが起こるからこそ人生は尊いの。でももし彼にその気があったら、やっぱりたまに会いに来てほしいかな。ここ数日本当にお疲れ様。私はジェイットおばあちゃんのお手伝いに行くから、二人ともまたね。これでいいんだよな。みんなの生活も元通りになったはずだし。あ、そういえばさっきお前が言ってたけど、カリベルトと話した後何があったんだ？ Like, what was it? What happened? I can't remember. Looks like something is in my pocket. 写真か？誰からもらったんだ？見せてくれ。あ？You must get along with each other, the two of you. Thanks. I feel like we're gonna bring him back to life. There's no way. There's no way. Like, part of me says that he's gonna come back to life using the Loom of Fate or whatever. Yeah.I kind of appreciate that I picked Lumine because of the way that he put up the flower thing was kind of great with Lumine. I'm not sure how the other end would look like, but in his end of his journey, he found the flower blooming.And then we had the flower in our head. I was like, okay, you know, that kind of suits the story for me, my end anyway. I hope it makes sense, but I'm not sure. Well, see you next time.